この弾き語りをします。お今から弾き語りが3つ続くわけなんですけど、まあ、お酒でも飲みながらゆっくり聴いててください。違って弾き語りは自由だから、ね、楽しいね。
います。ちゃんのピアノの出力がすごいっていうのも